両岸関係史、両岸関係史では、台湾海峡の両岸にある、中国、中華人民共和国と台湾の関係、いわゆる中台関係の歴史について外観する。台湾には、古来、マレーポリネシア系の先住民、台湾原住民が居住していたが、12世紀頃から、中国大陸から、漢民族が到来し始め、13世紀末に、元の生息未来が、 台湾南西の島、宝庫島に準拳士を設置した。秋代後半の16世紀末から、現在の福建省からの移民が本格化した。1661年、鄭成功、実母は、日本人が当時台湾を植民地支配していたオランダを駆逐して、台湾史上初の漢民族政権を樹立した、鄭氏政権。しかし、鄭氏政権は1683年、 わずか20年余りで成長に制圧された。鄭成功は、半神また、民、満州族の王朝である清を打倒し、漢民族の王朝である明を復興するの目標を果たすことなく死去したが、台湾開発の基礎を築いた実績は、今日の台湾でも高く評価されており、台湾人の精神的支柱、開発思想と呼ばれることがある。低氏政権が倒れた。 翌年の1684年、後期帝が台湾領有の象直を下し、台湾を清朝の藩都としたが、台湾を加害の地として扱って、実質的に統治せず、漢民族の移住を厳しく制限した。しかし、その後も福建人や関東人、八家人が台湾に多数移住した。台湾出兵の発端となった台湾原住民による日本人船員殺害事件。 1871年では、清朝は、明治政府の賠償要求に対し、管轄外として拒否した。1895年、日清戦争後に締結された下関条約により、台湾は清朝から大日本帝国に割上された。この頃の台湾の総人口は、約300万人、内韓民族は、約255万人、原住民は、 約45万人だったという。この間の日本の政策により、中国大陸と台湾の往来は激減した。ポツダム宣言が調印された1945年9月2日、連合国軍最高司令官総司令部は、司令第1号において、台湾の日本軍に対して、中華民国国軍の小解析大元水への投降を命じた。石国民政府主席は、 すでにその1日前、9月1日、台湾行政長官公所と台湾警備総司令部を設置し、チンギ陸軍大将を初代台湾行政長官兼台湾警備総司令官に任命していた。同年10月17日、国民政府の国民党軍、国民革命軍と管理合わせて1万人以上が、米軍の全面的支援を受けて、キー・ルン港から上陸。 台湾の領有を開始した。10月25日には、上海から到着したばかりの賃議、初代行政長官と、安藤と市吉台湾、総督県台湾軍司令官との間で、降伏文書の調印が行われた、台湾降伏。この日は、現在も、降伏説として、台湾、中華民国の休暇を伴わない記念日となっている。台湾降伏後間もなく、 中国大陸では、小解析率いる中国国民党と、毛沢東率いる中国共産党との国境内戦が本格化し、台湾では、著しい物資不足と激しいインフレーションが襲った。1946年3月には早くも、長官公所の無能、腐敗を求断する人民自由防衛委員会が発足している。そして、百四十七年二月十八日の、 台湾住民と関係の衝突をきっかけに、台北市に戒厳令が敷かれ、国民党軍や関係による住民の弾圧、粛清が行われた2.28事件。この事件により、知識人を中心にわずか2週間余りの間に、少なくとも約2万8千人が殺害され、今日に至る、本省人と外省人の深い溝を作った。米国の抗議を受け、解析は、 陳議初代台湾行政長官を免職とし、台湾行政長官交渉を廃止して、台湾省政府を設置し、起道名を、初代省政府主席に任命した。1948年末には、省会席の副審である陳世を、第二代省政府主席兼台湾警備総司令官に、長男である、小慶国を、中国国民党台湾省委員会主任委員に任命した。 1949年5月20日、台湾全土に戒厳令が布告された。この戒厳令は、小慶国政権末期の1987年7月に、ようやく解除された。1949年4月23日、中華民国の首都南京が陥落すると、間もなく毛沢東率いる中国共産党が、中国大陸をほぼ掌握し、10月1日、 中華人民共和国の建国を宣言。国民党政権の国民政府は12月8日、台北戦闘を決定した。紹介席は台湾退却後も中華民国こそが中国の政党政権と主張し、台湾を大陸反抗の拠点と位置づけたのに対し、中国大陸の中華人民共和国政府は台湾解放を掲げた。こうして中華人民共和国と 中華民国がそれぞれ中国大陸と台湾を支配統治しつつ、互いに国家としての存在を否定し軍事的に退治する両岸関係の歴史が始まった。人民解放軍の金門島上陸作戦では国民党軍が激戦の末に勝利し金門島を主守した1949年10月25日、骨頭の戦いものの国境内戦は 台湾に退却した中国国民党、国民政府に不利な情勢が続いていた。1950年1月には国境の和平工作、総重協定に失敗して国民党への援助を打ち切ったアメリカのトリューマン政権が台湾海峡に介入しないとする声明を発表。これに勢いづいた共産党中央は人民解放軍に空軍、海軍を創設して 台湾の武力解放作戦に向けた準備を本格化させ、まず海南島と石膏省を置き、朝鮮軍を相次いで武力制圧した。台湾、国民政府にとって万事休すかに見えた1950年6月、朝鮮戦争が勃発。北朝鮮の進軍を国際共産勢力の侵略とみなしたトルーマン政権は一転して台湾海峡に第七艦隊を派遣し、 台湾海峡の中立化を宣言、将来の台湾の地位は未定と声明した台湾地位未定論。こうしてアメリカが米中全面戦争を恐れ、毛沢東政権による台湾侵攻と小介石政権による中国大陸反行いずれも認めない方針を取ったことにより共産党の台湾解放作戦は頓挫した。 1953年7月の朝鮮戦争休戦。1954年の第一次インドシナ戦争停戦。ジュネーブ協定を受け、毛沢東は再び台湾解放を発令。1954年9月、人民解放軍は、金門、場所への激しい砲撃を開始した第一次台湾海峡危機。翌年1月には、数え三島を武力制圧。 2月には大鎮島を解放して大鎮島撤退作戦、戦闘は終結した。1951年から台湾への軍事支援を再開したアメリカは、1954年12月に米下相互防衛条約を締結し、台湾支援を本格化した。1958年8月23日、中国の人民解放軍は突然、金門島に対する砲撃を開始し、 いわゆる金門方線、823砲線が勃発し、金門島の海上封鎖が試みたが、アメリカ海軍第7艦隊の支援を受けた台湾の国軍が海上輸送作戦を展開して、これを阻止し、第二次台湾海峡危機。中国は1955年頃から表向きの方針を武力解放から和平解放に転じた。まず、 周恩大首相が平和統一の話し合いを呼びかけると、共に国境内戦後アメリカに亡命した理想人元総統大公秘書を通じて、第三次国境合作による祖国統一を初提案した。毛沢東からは国境内戦時の和平交渉団で国民党側の代表だった小師匠を通じて国境合作による平和統一、台湾への高度な知見保障など、後の 一国二制度案の原型となる提案がなされた。その後も1960年、密集を通じて、外交権以外の自治権保障、台湾への資金援助などの4項目を提案。1965年には、小解析の国民党総裁身分での大陸帰郷、小解析の長男、小慶国の台湾省庁への任命、台湾陸組四個師団の存知など6項目を提案した。 この頃、中国共産党中央委員会は、台湾をアメリカに渡すより、小不死、小解析及び小警国に残した方が良いという、台湾工作の大方針のもと、一項四目、一項、中台統一の原則、四目、軍政の小政権への委任、中国中央による台湾への経済支援、台湾の社会改革の尊重、中台スパイ合戦の中止を、 台湾政策として確立していた。これに対し、台湾の小解析は一貫して、大陸犯行を掲げ、中国側の提案を拒否した。逆に1962年頃には、大躍進政策失敗を後期と捉えて、大陸犯行を計画したが、国密計画、全面戦争に発展することを恐れた、アメリカ・ケネディ政権の反対で実行されなかった。 その後も文化大革命の混乱に乗じて、毛沢東討伐旧国連合戦線の結成を呼びかけたり、人民解放軍の寝返りを奨励するなどした。1949年以後、中華民国、国民政府、国府の実効支配は台湾とその周辺当初に限られていたが、あくまで中国の政党政府と自らを称し、アメリカの支援も背景に、 国連の議席や常任理事国と市の地位を維持していた。また、漢族不良率を掲げていた小解石は反乱団体と位置づけていた中華人民共和国との外交関係の両立を拒否し、同様に中国も二つの中国に強く反対してたため、他国は中華人民共和国か中華民国かどちらか一方との外交関係を迫られ、中大間で外交戦争、 外交関係の奪い合いが展開されていた。1950年代から中華民国、台湾と国交を持つ国は増え続け、1969年にピークの68カ国に達したが、1970年代に入ると外交戦争の形勢はにわかに逆転した。1970年、国連の中国代表権問題の評決で、中共政権支持派が初めて優位になった。 1971年にはアメリカニクソン政権が対中接近政策に転換。国連も小介席の代表を追放するという内容の国際連合総会決議2758を可決、中華民国は自ら国連を脱退した。国交を持つ国の数も中国に逆転され、台湾国民政府の国際的孤立は一気に深まった。 台湾を四半世紀にわたって統治してきた蒋介石総統は1975年4月、反抗大陸の夢を叶えることなく死去。さらに、中国では、周恩来首相が1976年1月に、毛沢東主席が同年9月によう去った。こうして、国境内戦、中大両岸対立の指導者が相次いで舞台から消え去り、 中大関係は新しい局面を迎えようとしていた。1979年1月、中国がアメリカとの国交を樹立すると、中国の最高指導者に復権し、改革開放路線を打ち立てた、東昌平は国家目標として四つの近代化と並んで台湾の復帰による祖国統一完成を掲げ、訪米先で二度と 台湾解放という言葉を使わないと言及して平和統一を全面的に打ち出してきた。全人代常務委員会も台湾同胞に次げる賞を発表し、両岸の交流、三通四流を呼びかけた。さらに1981年9月には、両県営全人代常務委員会委員長の何において第三次国境合作、三通四流、台湾の高度の自治権の享受など9項目を、 提案した波急点。これに対し、小解析の後を継いだ小渓谷総統は、中共政権とは絶対に接触しない、交渉しない、妥協しないという三不政策により、中国側の提案を拒否。1982年に三民主義による中国統一を対中政策として確立、堅持した。それでも、東商平は諦めず、 国境内戦前に、モスクワ中山大学で共に学んだことのある、小渓国との間で密集を通わせつつ、1983年6月、国境両党の平等な対話、台湾の司法権独立、軍隊保有の容認、台湾当局の人事権の独立など6項目を提案した登録点。一方では、二つの中国につながる完全な自治権、三民主義による、 中国統一などに反対との立場も示し、武力行使による統一という選択肢も絶対に放棄しないとたびたび公言した。小渓国も1987年からという密使を北京に派遣して交渉を行っていた。中国大陸とは対照的にアメリカの庇護の元経済発展を遂げた台湾では、1970年代末から民主化運動が活発化した。 小径国は政治改革を決断、1987年7月に38年間続いていた戒厳令を解除するともに、集会、結社の自由、新聞発行の自由を認め、台湾住民の大陸訪問も解禁した。これにより1991年には台湾住民の大陸訪問が約100万人に達した。1988年に、 小慶国が死去し、副総統から昇格した本省人の李登輝総統は、就任後間もなく、産婦政策の転換を図った。1989年5月、アジア開発銀行年次総会にあたり、台湾代表団が初めて北京に派遣され、人民大会堂で中国国家の演奏を起立して聴いた。1990年7月には、台中政策を統括する。 国家統一委員会を1991年1月には対中窓口機関として海峡交流基金会会機会を相次いで設立した。さらに1991年5月国境内戦への総動員体制の法的根拠となっていた動員官乱時期臨時長官を約43年ぶりに廃止し台湾が一方的に共産党との内戦状態の終了を 現する形となった。こうして中台交渉の道を開く一方、国家統一綱領で中台双方が対等な政治実態であるとの前提で段階的に中国統一を目指す方針も策定し、案に中国主導による一国二制度の統一方式を拒否した。中国側は台湾独立を掲げる民主進歩党、民進党の合法化など台湾の民主化を 警戒しつつも、会議会のカウンターパートとして、海峡両岸関係協会、海協会を設立。民間実務機関という形を取りながら、両岸当局の接触、交渉が、公の場で始まった。双方が一つの中国原則をめぐり激しく、対立する中、1993年4月、シンガポールで、古進歩会議会当事長、 理事長王道官会協会会長による初の中台トップ会談が実現した第一次候会談。李登輝政権は発足当初から台湾の国際的生存空間を拡大させるため、名より実を取る実務外交を展開し、在外窓口機関を通じた非公式実務関係の強化を図った。1990年、g ッ t に台湾、宝庫、金門、 バソ名義での加盟申請を行い、2002年の WTO 正式加盟に結実した1991年には APEC に中華大北名義で経済地域体という形式でありながら正式参加を果たした以後2001年を除き毎年代表を派遣。さらに1993年からは国連復帰再加盟活動も開始し、 1993年には、それまで香港などを介した、間接投資のみだった大陸への直接投資も、解禁した、以後2007年まで、台湾を承認する国家が、国連総会に、中華民国加盟を討議する、委員会設置を求める、総会議案を提出し続けたが、中国の反対で、却下されてきた。李陶輝はじめ、各白村、連戦両行政委員長による、首脳外交も、 活発化した。これに対して中国当局は激しい外交工作で対抗。1988年から1995年までの間に韓国やシンガポールを含む6カ国を台湾との国交断絶に追い込んだ。1994年に起きた千島湖事件で中国の対応の悪さに憤慨した台湾は台湾独立意識が高まった。 鄧小兵に代わる新主導者についた江沢民中国共産党総書記は1995年1月台湾に向けて一つの中国原則の下での敵対状態集結交渉など8項目を提案した郝発展。しかし3ヶ月後、李登輝は中国の武力行使放棄など6項目を逆提案、郝発展を事実上拒否した李六条、李六点。これを受け、 高沢民は、文庫部閣として、李登輝を批判して、武力をもって威嚇する姿勢を打ち出した。1995年5月、李登輝が初訪米し、母校コーネル大学で、台湾に存在する中華民国、中華民国在台湾をアピールしたことに対し、中国が猛烈な李登輝避難キャンペーンを展開した。中国は、同年7月から8月にかけて、台湾近海を標的とする。 ミサイル演習を繰り返し、同年末の台湾立法院選挙前にも大規模な三軍上陸演習を実施。1996年3月に予定されていた中華民国総統の初の直接選挙の直前にも大規模な軍事演習計画を発表し、集大間の緊張が極度に高まった。しかし、アメリカが空母2隻を中心とする機動部隊を台湾海峡に派遣したため、 中国軍は演習規模の大幅な縮小を余儀なくされ、李登輝が対中感情の悪化した台湾世論の圧倒的支持で当選した。李登輝再選後、中国は露骨な軍事的威嚇をひとまずやめ、台湾の後ろ盾である米国との関係改善に意を注いだ。1997年10月に江沢民の公式訪米が実現、1998年6月には、 クリントン大統領から台湾独立、一中一台、台湾の国連10盟名に対する不支持、三つの脳を引き出すことに成功した、ただし、口頭の発言であり、公式文書化されてはいない。さらに、高発展に基づく統一交渉を再び呼びかけ、1998年10月に第二次高会談が開かれたものの実質的な関係進展は見られなかった。 中国の構成に危機感を強めた李登輝は後に民進党主席となる蔡秀文踏らと共に中台関係の法的位置づけの見直しに着手し1999年7月ドイツの放送局ドイチェベレのインタビューで大と中国は特殊な国と国の関係と表明した二国論中国はこれを徹底批判し王道館海協会会長の包帯キャンセルや軍事委 戦闘機の台湾接近で対抗した。中台間の緊迫は台湾大地震の発生でひとまず止み李登輝政権も中台緊張を危惧する国際世論に配慮してに国論に基づく憲法改正に踏み込まなかった。中国は2000年3月の台湾総統選挙を控え台湾側が統一交渉を無期限に拒否した場合には武力行使をするとの 台湾白書で牽制したが、台湾独立考領を持つ民進党の陳水編が、当選、史上初の政権交代が起きた。ただ陳水編総統は、同年5月の就任演説で、在任中に、台湾独立宣言しないなどの恩恵的、現実路線を表明、5つの脳。2001年、2002年の新年談話でも、将来的な政治統合にも言及し、 中国当局に対話を呼びかけた。しかし、中国最高指導者の江沢民は、陳水編政権相手にせずの方針を堅持、陳水編の党主席兼任が決まった民進党大会の日に合わせて、ナウルと国交を結び、台湾との国交を断絶させた。それから間もなく、陳水編は、中台関係を一辺一国と位置づける見解を、発表、台湾独立を問う。 住民投票実施の検討に言及した。さらに、SARS 流行に際して、中国が台湾の世界保健機関加盟に反対の態度を変えなかったことに対する台湾人の反発が強まり、脱中国化を目指す台湾マサナ運動が公然化。2003年9月には台湾を復帰した中華民国パスポートの発行に踏み切った。2004年3月に再選。 ただし同日実施された中国にミサイル撤去を求める住民投票は不成立した沈水編は当初対中融和路線を取り10月2992年香港会談に言及して中国に対話を呼びかけたしかし中国側はこれを拒否し2005年3月14日第10期全国人民代表大会第3回大会で台湾独立に対して ををを取ることを定めたた。反国家分裂法を採択、直ちに施行した中国は民進党政権との対話を拒否する一方で国民党など野党との対話路線を推し進めた。まず、反国家分裂法制定から間もない2005年4月、北京で胡錦濤共産党総書記と連戦国民党主席の60年里の国境トップ会談を行い、 平和協定締結の促進などに合意、台湾へのパンダ贈呈も約束した。国近党は、総々有新民党主席とも会談した。さらに、2006年4月から国境両首脳人が、経済政策を定期的に協議する、両岸経済貿易文化フォーラムを発足。政治的緊張とは裏腹に、台湾企業の中国大陸進出は、飛躍的に増加し、2005年春節には、 中台直行チャーター便が史上初めて就航。10月には台湾での人民原料外が認可された。中国に無視された沈水編は2006年2月27日、国家統一綱領の適用終了、国家統一委員会の活動停止を宣言すると、共に台湾マサナ運動を再発動し、中西国際空港、中華郵政、中国石油、 中国造船の相次ぐ解明を断行した。しかし、沈水編らの金銭スキャンダルが相次ぎ、民進党の支持は急低下。間もなく、下野を余儀なくされた。2008年3月の総統選で当選した国民党の馬英級は、就任後まず中退関係の改善に乗り出した。92教式受憩入れを表明し、中退関係の位置づきに関し、李陶輝が打ち出した。 特殊な国と国の関係否定し、一つの国家の中の特殊な関係を提起した。中台が外交関係の奪い合いの中止を呼びかけ、李登輝政権以来15年間続けてきた国連加盟運動を休止し、国連専門機関参加を推進する方針も表明した。陳水編前政権が拒否していた中国からのパンダ受け入れも決定し、台湾でパンダブームが起きた。 2008年12月には、香港法 o 英史のインターネット生放送で、中国向けの談話も発表した。中国側も、バイエ級政権発足直後から積極的な対話姿勢を打ち出し、まず5月に、胡近党とク白ハ有国民党主席の国境港、陳会談を、6月に、胡平根会期会理事長と、陳雲林会協会会長の胡陳会談を、11月に、 エーペックを利用した古今東と国民党名誉主席の会談を相次いで実現させた。こうして民進党政権で長らく中断していた海域会、海境会ルートの高鎮会談が馬英九政権になってから年2回のペースで開かれるようになっている。また中国は馬英九が呼びかけた外交急戦を事実上受け入れ2009年5月に 台湾の冬総会オブザーバー参加要人に肩転換した。2009年に制作された中国の国作映画である建国大業を国務院台湾事務弁公室主任の大きな勧めで見た紹介席の孫で当時国民党副主席のが紹介席の愛国的一面が描かれたことを客観的で起死評価と称賛して台湾の国民党本部で 毛沢東の孫と面会するなど、両党の接近は著しかった。一方、民進党重鎮の陳菊高雄市長も2009年5月に初報中し、各金流北京市長、半田市田上海市長との会談を実現。中国は国務院台湾事務弁公室に政党部を新設し、民進党の取り込みを始めた。2010年4月には、半忠市上海市長が、 中国の直轄市長として初めて包帯し、台北市と都市フォーラムを開催した。2012年10月には、総統選で馬英級の対立候補だった社長邸が中国共産党とのパイプを民進党にも築きたいと表明して中華、人民共和国を訪問、大木主任や太平国国務委員と相次いで会談するなど、中台政治交流も徐々にレベルを上げて拡大した。 2008年12月には、中大館の定期直行便が就航し、中国大陸住民の台湾観光や山通が解禁された。その後も、長年政党制を争ってきた北京、呼吸博物院と台湾国立呼吸博物院の共同展示会、中国資本の台湾投資解禁、金融協力、メディア交流、軍事フォーラム、共産党地方幹部の法対談を派遣。 中国の司法試験の台湾人受験者への解放など各方面で中台交流が急速に進んだ。2009年5月には中台双方に初めて純政府機関の常駐事務所として観光事務所が設置された。中台関係は急速に緊密化し、今や台湾の輸出額の4割が中国を占め、中国進出台湾企業は10万社。中国在住台湾人は 上海、アモイ、甲州など大都市を中心に100万人、台湾の全人口は約2300万、年間往来者数は年間500万人を超えると言われるまでになった。台湾の国際結婚の配偶者も40万人のうち26万人が中国大陸人である。政治的な敵対関係とは裏腹に民間での結びつきの強さが伺える。さらに、 2010年6月29日、中国、重慶市における、海域海、海境海ルートの中台トップ会談で、両岸経済協力枠組み協議を締結した。名称はわかりにくいが、中国側が539品目、台湾側が267品目、貿易額で合計約167億ドルについて2013年1月までに、ゼロ関税とするもので、 実質的な中台自由貿易協定である。協定は台湾側にかなり有利な内容となっており、台湾は中台経済一体化が主権の危機をもたらすとの民進党などの批判を交わし、中国は台湾に譲歩しすぎとの国内の批判を抑え込ん、締結にこぎつけた。中国と台湾の軍事バランスは長年アメリカの台湾関係法による武器供与もあって、台湾側が 圧倒的に有利とされてきたが、中国人民解放軍の急速な近代化により台湾の優位性が交代、近い将来中国有利に逆転するとの懸念が出ている。台湾海峡を挟んだ軍拡競争に歯止めがかかる兆しはない。中国は1990年代以降、 台湾を射程に収めたミサイルを毎年50から100機ペースで増強してきたが、バイエ級政権発足後は毎年数百機単位で増加させ、2010年末には2000機に達すると予測されている。さらに2010年内に台湾攻撃用の大型戦艦51隻、潜水艦43隻を配備するなど海軍力も増強し、 空軍も台湾から約 1100km 以内の地域に戦闘機1900機を配備しているという。他方、台湾は沈水平政権時代、立法院で少数与党であったことや、アメリカジョージ・ W ・ブッシュ政権と関係が悪化したことなどから、アメリカの武器供与が滞り、中台軍事バランスの変化に拍車をかけていたが、アメリカがバイエ級政権発足後の2008年10月、 地対空ミサイルパトリオット、攻撃型ヘリコプター、対艦ミサイルなど総額約65億ドル相当の武器供与を決定。さらにバラク・オバマ政権も2010年1月、総額64億ドル相当の武器供与を決定したが、猛反発する中国に配慮して、新型戦闘機械16や潜水の供与が見送られた。中国は中大経済交流の進展を受け、 中台統一を見据えた政治対話を実現すべく台湾海重策をやつぎばやに出した。まず、胡錦東は2008年12月31日、両岸は国家が統一されていない特殊な状況をと認め、両岸の軍事問題についての相互信頼システムの確立を呼びかける談話を発表した、古六県。2009年5月、中国は 台湾の風総会オブザーバー参加を容認する方針に転換し、上海万博に台湾を正式招待するなど、台湾の万博招待は40年ぶり、台湾側の関心を買う動きを強めた。この頃、温家宝首相が、公の場で台湾に張ってでも行きたいと発言したり、福建省で開催された中台政治関係者の対話、海峡フォーラムの席で、 大き国務院台湾事務弁公室主任が中台交流モデル地区構想を披露したことも波紋を呼んだ。2009年8月の台湾南部の大風水害では約50億台湾ドルの義援金も送った。ただ2011年5月、フーが加盟国に中国台湾省の名称使用を求める内部通達を出していたことが発覚し、馬総統が中共による圧力は 明らかと激怒し強く抗議した、風事務局長は、香港のマーガレットちゃん。中台融和が急速に進む中、中国にとって、最も敏感な問題であるチベット、ウイグル問題が新たな火種に浮上した。2009年8月末、ダライラマ14世が、台風8号水害被害の遺問を名目に、台湾南部を訪問。 中国側は断固反対の声明を繰り返し、南京市共産党トップや中国人民、銀行副総裁の包帯延期などで対抗措置を負った。さらに、同年9月には、高尾市などでラビアカーディル世界ウイグル会議議長のドキュメンタリー映画が上映された。中国側は、高尾市観光中止を指示し、ホテルの大量キャンセルで対抗した。ただ、その後、台湾政府は、 中体関係悪化を懸念し、ラビアカーギル議長の台湾入国を拒否し続けている。2010年6月のイケフ締結を契機に、中国側は中体対話のレベルを経済分野から政治、安全保障分野に格上げし、中体統一問題の協議入りを目指すとみられているが、台湾側は政治対話への慎重論が根強く、中体関係は新たな政治的駆け引きの段階に入っている。 バイエー級は、中国に対し台湾向け攻撃ミサイルの撤去や、国連機関への加入妨害の中止を求め、静止現実、累積互い心、急道、ありこと、植草、創英現実を制止し、相互信頼を蓄積し、違を残し共通点を求め、ウィンウィン関係を継続的に築くという原則、16次新言を提起。任期中は、 統一問題を協議しないと牽制しつつ、国交のない日本やアメリカなどとの FTA 締結を目指す構えを見せている。一方、胡近藤は、2010年7月12日、ご白鸚国民透明予主席との会談で、バイエー級の16時進言と、基本的に同じ立場だとの認識を示し、同年7月30日、国防部報道官も、一つの中国原則の受け入れを上に、 ミサイル撤去の協議に応じると表明した。すると、台湾のご厚し議業政委員長は、台湾の主権を制止すべきと、中国側の提案を拒否した。バーエ級政権後の中台接近を背景として、台湾人の根強い、反中感情にも変化が出始めている。2009年、2010年の世論調査では、比喩広告ランキング1位に、中国が選ばれ、中国に対する不満。 不信感は薄らいでいないが中国は同じ調査で最も親しくすべき国の一位にも選ばれ中台交流を支持する世論が強まっている2010年6月の両岸経済協力枠組協議締結直後の世論調査では台湾住民の61%がイケフ締結を支持。同年八月に台湾市左官法が実施した世論調査では 67%が中国本土は台湾の発展にとって重要と答え、前年同期の調査より10%増えた。もっとも2010年8月末に実施した連合法の世論調査では永遠に現状維持が最多の51%、10年前は32%、すぐに独立が16%、同12%、現状維持後、 独立が15%、同14%、現状維持後、統一が9%、同20%、すぐに、統一が5%、同9%と、沈水編政権発足後の10年で、統一志向が半減しており、体中感情が改善しても独立意識は弱まる、気配はない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。